Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日の動画ではフランス語の感動詞、例えば bof とかいう言葉などの使い方について見ていきたいと思います。この bof という言葉はフランス語の日常会話では非常に頻繁に使われます。oui でもなく non でもない bof。これは良くも悪くもないという意味で使われます。あとは相手が言っていることに対して、まあ無関心でどちらでも良い、まあ何でもいいよって時に bof って答えたりします。類義語には moi とか ça peut aller, pas vraiment とか文脈にもよりますが、これらの言葉を bof の代わりに使うことができたりします。例えば、tu t'amuses bien? bof。これは楽しんでいるかい、楽しいかい、tu t'amuses bien という質問に対して、oui でもなく non でもない、bof、まあまあかな、まあまあまあかなみたいな感じです。Est-ce que cette vidéo t'intéresse? bof。この動画に興味があるかい？まあ別に特に興味ない、まあなくもないけどあるとも言えない。みたいな感じですね。Est-ce que cette vidéo t'intéresse? bof. Fait-il beau dehors? C'est bof bof. この bof bof というふうに bof を2つつなげて話すこともできます。Fait-il beau dehors? 外はどんな天気ですか？に対して C'est bof bof. まあ、良くも悪くもないですね。って返答するときに使います。この bof という言葉は面白いところが bof bof ってつなげることもできますし、この c'est の後に使うこともできます。c'est un peu bof。これは un peu 少し bof だね。要はまああんまり良くないねっていう時に c'est un peu bof。の bof というのは、まあ例えばお湯に例えると熱い、冷たいの間にぬるいがありますよね。これみたいな感じで、はい、いいえの間に、bof、ちょっとぬるいみたいな感覚のものがあります。なので、un peu bof っていうと、まあ、ちょっとぬるいみたいな感じの返答になります。まあ、簡単にまとめれば、この bof というのは、oui と non の中間のような言葉として使われます。bof には、あともう一個、違う使われ方をすることもあります。これは、まあとか、みたいな感じで、文のつなぎの言葉として使います。でもこれも、まあ、先ほどの無関心と同じで、あんまり心がこもってない言い回しです。類義語には、off とか、ban とか、bon とか用いることができます。これも文脈によります。でちなみにこの off とか ban というのは、まあ実際に存在する単語ではないんですけど、まあ大体こんなような響きの言葉を言ったりします。例えば、bof, il n'est pas terrible ce film. あんまり面白い映画じゃないね。bof, il n'est pas terrible ce film. これはまあ、bof とか言ったり、ben, il n'est pas terrible ce film とか言ったりします。このなんか文の始めのみたいな、あんまり面白くないね、みたいな、このあーの部分が、bof とか off とか ban になります。他にも、文の真ん中に使うこともできます。Peggy n'aime pas trop courir. 100 mètres, bof, ça pourrait aller, mais 1 km, c'est déjà trop. これは、Peggy は走るのがあまり好きではありません。Peggy n'aime pas trop courir.100メートルなら、まあ、いけるけど、1キロはちょっと長すぎます。この、100メートルなら、まあ、いけるけどの、まあの部分が、bof に当てはまります。Peggy n'aime pas trop courir. 100メートル、bof, ça pourrait aller, mais 1キロメートル、c'est déjà trop. ここの bof は、ben とか off でも変えられるんですけど、あとは bon という言葉に変えることもできます。Peggy n'aime pas trop courir.100 mètres? Bon, ça pourrait aller, mais 1 km, c'est déjà trop. こんな感じですね。なので、この bof というのは、まあとか、みたいな感じで、文のつなぎの言葉として使うことができます。ただし、まあ、心がこもっていないというか、
ちょっとさっきの熱い、冷たい、ぬるいの、ぬるいの部分みたいな感じで、どっちつかずで、ちょっとこう、ぬるま湯に入れたような感じ。100メートルなら、まあ、いけるけど、1キロはちょっと多いね。100メートルなら、まあ、いけるというのは、どっちつかずです。走れないことも言えないけど、走るのはちょっと嫌だ。みたいな感じが、わーふ、みたいな感じになります。それでは、今回の動画は、ここで終わってもいいんですけど、せっかくこの関東詩という言葉を出してきたので、今回は日常会話でよく使う関東詩、ボフ以外にも使える言葉について見ていこうと思います。この関東詩というのは、まあ単語としてあんまり成立していないんですけど、口調とかこの会話の中で使われるちょっとした小さな言葉のことです。まずは、愛。愛というのは、まあ、聞いたことがある人が多いかと思います。愛というのは、痛いとか、あとは、しまった、やってしまった、あちゃーみたいな感じ。あちゃーにそっくりですね。愛。例えば、花瓶を割ってしまった。あいや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 。ジキャッセルバーズ。こういう時にも、自分は痛くないんですけど、あちゃーやっちゃったって時に、愛を使います。続いて、ティアン。このティアンというのは何かを渡すときのティアン、二人称、キューティアンのティアンではなく、ただ単に音としてティアンと言います。このティアンというのは、親とか、あれあれあれなんか変だなってときにティアン、うん、みたいな感じで言います。ティアン、なんかこのコーヒーになんか変なの入ってないか、ティアン、スビザーみたいな感じで使います。ティアン。続いて、これは日本人が結構好きな言葉ですね。おらら、おららというのは、おやまとか、あらま、あー大変ですね、あーすごいね、ちょっと大変だね、みたいな時に使う言葉です。おらら、で、これはもうおららという音なので、このらの上にアクソンガーブをつけるかどうか、そもそもペギーですら分かってないです。とりあえず、まあ、オーララってこう書くんじゃないかなととりあえず書いてみたんですけど、実際はまあ日常会話の会話で使う音なので、オーララですね。オーララ。例えば、誰かがこう自転車で前にも子供を乗せてて、後ろにも子供を乗せててずっと漕いでる。オーララ、ふざれるわんかむさ。遠くまで行くんですか？ちょっと大変ですね。みたいな時に使います。続いて、アララ。あららというのは、まあさっきのおららと同じような意味で使ってもいいんですけど、個人的にペギーはちょっと違う使い方をしてます。あららというのは、自分に対して何かあった時に、あらら、あらら、みたいな感じで、ちょっとこう、肩をちょっと落としたような感じで、あらら、やれやれ、ちょっと疲れたな、ああ、やれやれだぜ、みたいな時に、あらら、やるか、みたいな感じで使います。オーララは、おお、すごいね。おお、大変ですね。おやまあ、あらまあって意味です。あーららは、ああ、やれやれ。という時によく使います。続いて、ウプス。このウプスも非常に便利な言葉です。で、通常、ウプスの後に、デゾレをつけたりします。人にぶつかったりした時に、ああ、おっとすいませんという時のおっとですね。おっとの時には、oops, désolé とか oops, pardon とか言ったりします。あとは、まあ自分が例えばテーブルの上にあった水のコップをわっとこぼしちゃったみたいな時に oops って言ってなんかこぼしたとかいう時にとっさに出る言葉が oops ですね。まあ特にこの言葉自体には意味はないんですけど、関東詩なので、まあ oops というこの言葉の音をフランス人はこう出しちゃいます。oops, おっとみたいな感じですね。続いて、このうという言葉。このうという言葉は、日本語のとか、ですねに当てはまる言葉。う。これは、フランス人がものを考えたりしているときに、この間を詰める感覚で、うと言ったりしますけど、あとは他にも、例えば誰かに奇妙なものを渡されたり、奇妙な行動をされたり、なんか変なことを言われたときに、わざとあえて大きな声で、うーって言います。これは、
一体どういうことかなのあーに近いですね。ただの音として使われます。いやーこれはーみたいな時にうーみたいに言いますね。これは相手にわざと聞こえるような感じで発音するうーです。続いてプーとかツーという言葉ですね。このプーとかツーというのはまあ日本語に訳すと、まあ舌打ちの血に近いかなと思います。みたいな感じですね。これは、まあ、嫌だなとか、相手が言ってること何言ってんだこいつ、なんか勝手に言ってろよ、みたいな時にも、なんか、ふぅとか、ああ、これしんどいなこの仕事はちょっと辛いなって時にも、なんか、ふぅって言ったり、納得できないなという時に、つーって言ったりします。まあ、舌打ちに近いような感覚で使う関東詞です。そして他にも、これは結構使います。ウフ。ウフというのは、ほっとしたとか、よかったという意味。胸をなで下ろすような感じで、ウフって言います。ウフというのは、もう本当に日本語のほっとしたに当てはまる言葉で、フランス人はすごく使います。ウフ、よかった。ウフ、ほっとした。Ouf, tout s'est bien passé. Je suis content. みたいな感じですね。続いて、ポワ。このポワというのは、まあ、どういうふうに書くのか、ちょっと難しいんで、P-O-U-A-H って書きましたけど、まあ、発音としては、ポワ、ポワ、みたいな感じで言います。これは、なんか匂いがひどかったり、なんか臭くて、これはちょっとやばい、みたいな時に、日本語だとうに当てはまるんですね。うっていう時にぷわーけすくせーって言ったりします。このぷわーというのはまあ臭いものとかまあ汚かったりするんですけど、どっちかというと匂いにつながる言葉ですね。ぷわーこれはちょっと臭い、これは恐ろしいものを見つけたって時にぷわーって使います。そしてもう一個、この匂いとかあとは食べ物とか汚さにまつわる言葉で、ベルクというのがあります。まあ、どっちかというと、このベルクというのは、ちょっと子供っぽい表現ですね。子供の時は結構このベルクという表現が、まあ、他にもメールドとかピュータンとか汚い言葉あるんですけど、子供はそういう言葉をまだ知らないので、その子供が使える範囲内の言葉の中でも、汚いを表す言葉がこの関東詞のベルクです。このベルクというのは、うげとか、うわ汚なとか、まあ、汚いグロテスクなものを見たり、美味しくないとき、なんかこれは、デグラス、セーデグラス、ベルクって言ったりしますね。これは美味しくない、これはひどいっていうときにベルクを使います。ただし、まあ実際に大人の人でベルクを使う人は、あんまり見たことがないですね。この周りに子供がいて、子供がいるときに、まああんまりその汚いフランス語の俗語、プタンとかメアドとか言うわけではいかないので、ベルクを使います。そんなイメージです。うげとか汚い、まずい。これがベルク。そして最後に一つだけおまけで、これはよくなんかフランス語のアステリックスとか、あとは、マッシュピラミとか、タンタンとかの漫画というか、ボンドデシネですね。あのでっかいコミックスみたいな。あん中によく見られる関東詞に、ユピーというのがあります。このユピーというのは、やったーという意味ですね。フランス語の、まあ、アニメとかにも出てきます。ユピー。ただし、実際に、フランス語の日常会話でこのユピーを実際に使っている人を、ペリーは、まあ、幼稚園の生徒とか先生以外は見たことがないですね。このユピーというのは本当に大げさにやったーと表現するので、まあ普通に喜んでいる時にわざわざユピーとこう口にしない言葉です。まあ漫画とかボンドデシネ、コミックスの中では誰かがこう喜んでやったぜっていう時を表現するために一応字でユピーって書いたりしますけど、まあ実際に街中で人が使ったりするのはちょっと奇妙な、ちょっと子供っぽい感覚を覚えます。とりあえずペギーはこれは使ったことがないかなと思います。子供の時に一度二度ぐらいかな。
なので、まあ、覚えておくのはいいと思います。ただし、まあ、ちょっと使うのは、避けた方がいいのかなと思います。ちょっと子供っぽいと見られたり、あとは、ああ、なんか面白い表現をする人なんだな、なんか漫画みたいに喋る人だなって思われたりしちゃいます。それではまとめです。今回は、まあ、いろいろな感動詞を紹介してきましたけど、一応メインは最初に紹介した buff という単語です。この buff というのは、まあ、良くも悪くもない。暑くも寒くもない、あの、ぬるま湯。この間のぬるいみたいな感覚ですね。なので、どっちでも良い。なんか相手が言ってること無関心で、まあ、暑くも寒くもない。まあ、とりあえずこの間の中間のどうでもいい状態、ぬるい状態にいるのが buff です。で、大抵は、はいかいいえで答えられる質問、ウィかノーで答えられる質問で、まあ、ボフって返すと、まあ、どっちでもいいよ、まあ、どうでもいいよ、これはまあ、別にいいや、みたいな感じの返答になります。で、他にも、文のつなぎの言葉として、ボフみたいな感じで、間に、まあとか、うーん、のような感じで使うことができます。非常に便利な言葉なので、使ってみようという方は、ぜひおすすめします。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。